白もろい。強化したいが、素材なし。弱さを補う。頼もしきとも。今回はまず、グラヴィーの進化から。魔界探偵グラヴィーよ。魔神探偵グラヴィティーへ進化せよ。かっこいいんだよね、この逆さまなのが。666の呪いでね、醜くされた顔が美形に戻ったのかな？美形になっててます。よかったね。このグラヴィティーはね、第一形態、第二形態、第三形態で、能力が違う。対象とかね、能力が違ってくるんですよ。切り替えられるっていうのは便利だし、頼もしいなと思ってます。一方ね、ちょっとね、敵についても今回はちょっとお話ししたいんですけど、今回行く熱風山道エリア7。敵キャラは、彼らなんだけどね、ピンポイントでタップすると敵の特徴が出てくるんだけど、この機能って前からありましたっけ？それとも最近加わった機能ですか？超竜獣オウルハズク、これが強くてね、全然勝てなかったんですよ。では熱風山道7、今回のキャラクター編成。1番猫握り、2番ビグラー。今回は第一形態で出陣していただきます。浮いてる敵が出てくるのでね。3番カイ、4番猫ボンのパパのパパ、5番猫招き、6番猫ハニーは、7番猫半魚人、8番飛脚猫、9番猫エクスプレス、10番大五郎となっております。お待たせいたしました。では熱風山道エリア7、いざ出陣。今回ね、浮いてる敵が多いのでね、あと鳥獣が出てくるので、それを考えながら編成してみてるんだけど、このね、ハニヤもね、鳥獣トップを持ってんですよ。あ、ちょっと待って、つばの来た。ちょっと待ってくれ。まずいぞ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 。ちょっと690円がなかなか作れない。ちょっとまずいぞ、ちょっとだいぶまずいぞ。なんとかここから持ち直してください。よし、貝出た、貝出たぞ。白3000になってますよ、白白すごい危ういところで持ち直しました。このビグラーのすごいところは、相撲猫とね、 2つの枠でコンボが発生するという、これ美味しいですよね。2枠で生産性がね、中なんで、中なんでねどっちで言えばいい。出た、オウルハズクとアヒルジョー。オウルハズクもアヒルジョーも烈火無効なので、私のお気に入りのカオランパサランは今回出ずに大五郎に頑張ってもらってます。ちょっとね、あのハニワが今ずらずらならずらっと並んでますが、これはあのいいんです。このままで城を守るために、城の前にハニワをずっとたくさん並べておきたいんです。あと3000しかあの城の体力残ってないので。あ、アヒルちゃん消えた。よし、大五郎もう一回出たぞ。
オウル、オウルと呼べばいいのかな。オウルが消えました。カイよくやった。オウルが消えたタイミングでビグラーが出陣しました。息苦しいかもしれませんが大丈夫でしょうか。嬉しいです。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネル初めて見たよーという方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。